はい、皆さんこんにちは。本日はですね、フリーフレーム動画ですね、こちらインスタ360503で収録してるんですけど、そちらの検証をですねしてみたいと思います。どのようにですね設定すると綺麗に撮影できるのかなっていうのをですねちょっと探ってみたいと思います。はい、ではですね、改めまして今ですねインスタ360503の 1440p の50フレームですね、これがですね一番あんまり良さそうなので、まあ、対応していくことになるかなと思うんですが、まあ、あの水平位置とかですね、あとから手ブレ補正、手ブレをしっかり抑えたりとかっていう工夫をするときに、まあ、こういうフリーフレーム動画を使っていくシーンっていうのが多くなると思うんですよ。なのでそのフリーフレーム動画の微妙な癖というのがあるっていうのはもう使っていてわかるので、それをどうすれば低減できるかというのをですね本日はいろいろ試していければなと思いますね。で、他にもですね2つほど検証の動画を収録して、まあ、あのちょっと土日私用事あってバタバタするので動画をですね作っていこうと思っております。はい、ではですね今 4K ではなく 1440p の50フレームですね、でそちらで収録をして普通に歩いております。で、あの低照度時の手ブレ補正優先モードっていうのはオフにして通常の撮影ですね。で、軽くジョギングしてみる。はい、このような感じですね。で、私もちょっと自撮りしてみようと思います。はい、自撮りをするとこのようなブレ感でございますね。ではちょっとフリーフレーム動画を撮影してみたいと思います。はい、ではですねこちらがフリーフレーム動画 1440p の50フレーム、低照度時の手ブレ補正優先モードはオフになってますね。で、この状態で軽くジョギングからのですねちょっと自撮りをしてみます。はい、このようになっておりますが、写りの方はいかがでしょうか。はい、ではですね設定は変わらず 1440p の50フレームで、今回ですね低照度下で の手ブレ補正優先モードというのをオンにしてみました。これでですねどのような違いが出るかなというのを見てみたいと思います。まあ、あの全体的な流れでですね明るいとあんまり違いはないかなと思ったんですけど、それでもですね結構違いがありそうだなっていうのをここ何回か撮影していて感じてますので、その辺を見ていただければと思いますね。はい、ではですねここからちょっとこの柵を乗り越えてでしょう。ではちょっとランニング、ジョギングしてみます。少しだけですけどね。はい、ではですねちょっと横断歩道を渡った後に軽く自撮りをしてみたいと思います。よいしょ、ぐるっと。はい、では自撮りをしますとこのような写りになります。いかがでしょうか。はい、ではですねちょこっとだけ趣を変えて、ただいまですね 1440p50 フレームのフリーフレーム動画、シャッター速度をですね1/200秒、 ISO 感度3200マックスに設定してですね撮影をしてみております。ではこの状態で軽くジョギング、はい、からのですね自撮りをしてみたいと思います。はい、自撮りをしますとこのように映りますが、いかがでしょうか。はい、それではですね本日はこちら 1440p50 フレームのですねフリーフレーム動画と通常動画、そしてその低照度下での手ブレ補正の優先オンオフとですね、あとはマニュアルでの設定3200のマックス、 ISO マックスですね、まあ、あのその間をこうオートで調整してくれる、そしてシャッター速度は1/200秒で固定をしてみました。その他のアクションカム等では高速なシャッターとフレームレートを増やすことによって手ブレ補正を抑えられるんですが、このフリーフレーム動画がちょっとですね挙動が違うなと感じていたわけで、最初にちょっと結論言ってしまうと思うんですけど、低照度か手ブレ補正優先をオンにしてですね、まあこのオートでの設定のフリーフレーム動画がおそらく画質は一番使えるであろう、いいであろうというふうに感じました。まあそこをちょっとこの後見ていきたいと思うんですけど、このですね比較の動画をですねゆっくり見ていただくとわかるんですが、まあそれぞれこの大体ですね似たシチュエーションで切り出しております。でこのようにですね見ていただきたいところっていうのは、まずはこのですねジョギングをしている時で、ここでですねこのシャッター速度1/200、3200マックスの、まあ、マニュアル設定の方はですね結構ブレるんですよ、こういう風に。そしてこれがですね低照度時のですね低照度下での手ブレ補正オンというところなんですけど、こちらだとはいこのようにですねほぼブレ感がないわけですね。でこのオフの状態、手ブレ補正オフの状態ですね、低照度下でのっていうのがどういう風になるかというところなんですけど、
このような感じで、まあちょっと暗いところでこうなんとなく、特にこの木の幹等を見ていただくと分かりやすいと思うんですが、ちょっとブレてる感じがあります。でこのですね、水平維持度を考えなければなんですけど、通常動画がですね、やっぱり一番ですね、こういう風にバランスはいいと思うんです。ただやはりですね、この空とこの枝の感じ、枝や葉っぱの感じを見てるとちらついてるのがちょっと分かると思うんですね。というのがほぼほぼこの手ブレ補正オンの状態だとほぼほぼ見られないです。このような感じですね。まあこれはですね、場面だとかそういったところで結構結果って変わってきちゃうかもしれないんですけど、このあんまりですね、そもそもに暗いところで撮影に使う、まあアクションカムではない、そしてそれを使う場合なんですけど、このフリーフレーム動画というよりは通常動画で、まああの 1440p であれば30フレームないし24フレームぐらいまで落とした方がいいかなという印象、そして 2.7K30fps の方がもしかしたら結果はいいかもしれないんですけど、今回ですね、あくまでこの 1440p とフリーフレーム動画というところに焦点を置いて試しております。そしてこのインスタ360の GO3の、まあ、癖というかですね、こういう風になってしまうというところが、この低照度下での手ブレ補正をオンにしてしまうとかなりですね、やっぱり画像が暗くなるんですよ。なので暗いところでこのモードを使うとですね、結構厳しいなと思う反面ですね、しっかりと明るいところであればなんですけど、このモードを使った方がですね、かなりいいな、いい映像が、まあ、収録できて再現できるなと感じましたね。で、まあ、あの今回ですね、まあ、主題と副題みたいなのありまして、主題の方はこのフリーフレーム動画かどうかなんですけど、じゃあ 2.7K とこの 1440p と比べてどうかなんですけど、これパッと見て 2.7K と 1440p の違いって分かる方いらっしゃいますかねっていうのもですね、結構大きなですね、私の中での主題に続く副題なんですよ。なのでこの 1440p で50フレームでガンガン使っていけば、このアクションカムっていうのは一番いい結果が残せるんじゃないのかなっていうふうに感じました。というのをですね、最後にシェアさせていただきたいと思います。はい、ではですね、普段はあまり使わないんですけど、今現在ですね、低照度下での手ブレ補正優先モードで収録をしております。で、まあこのですね、最後に話をまとめていこうと思うんですが、こちらのですね、インスタ360GO3 というのはですね、まあある種ですね、コンパクトな万能機だと思います。そしてそのアクションカムという範疇を出た時に、アクションカム以上のですね、収録っていうのはまあ難しいのかなという印象が私はございますね。まあ、例えばその暗いところでは撮影はですね、スマートフォンやそれこそミラーレスカメラ、コンデジと比べても画質はですね、望めないかなと思うんです。ただ当然ですよね、センサーサイズもそのボディのサイズもとかっていうところがあるので、ただじゃあその気軽なですね、アクションカムとして使う場合っていうのはどうかっていうのをしっかりと考えた方が、見た方がいいと思うモデルなわけですね。 2.7K30 フレームで収録ができる、まあ、フレームレートが稼げなくてカクつくっていうのすごくわかるんで、じゃあ 2.7K ではなく 1440p の50フレームだったらどうかっていうのを最近試してるわけなんですが、そのですね、具合がいいと思うわけなんですよ。なのでその具合がいいなと思う、まあそのフレームレートですね、解像度フレームレートで、まあ、例えばなんですけど、もっと高解像の映像が欲しいってなった時にはなんですけど、その他のアクションカムやスマートフォン等を使う、もしくはなんですけど、ダヴィンチリゾルブの有料版を使っている方だったらスーパースケールという撮影モードが使えるわけですね。そういう風に考えていくとなんですけど、使えるですね、シーンはとても多くなって、とてもですね、このコンパクトなサイズの割に多彩な収録モードがあって、で後からの編集も対応できて、ある程度の融通が画角的にも効くわけです。そういうことを考えるとですね、日々のですね、記録をしたりというところではものすごく向いているアクションカムの一台なんじゃないかなと私は思うわけですね。つまりですね、私は最後にこう何を言いたいかというのをまとめるとなんですけど、アクションカムとは何で、求める画質、映像として収めたいものは何というところをですね、明確にすると、とてもですね、バランスのいい素晴らしいアクションカムだなというふうに私は感じているわけです。そしてですね、このボディに内蔵されているバッテリーたちだけでですね、このアクションポットと本体とあるんですが、そちらだけでまあ2時間のですね、動画が収録できるわけなんですよ。そして 2.7K ではなく 1440p にすると、さらにその収録できる時間っていうのも増えるかもしれないし、ここはですね、まだ検証していないので仮定になりますけど、そのようなですね、可能性を秘めているわけですね。はい、ではですね、ちょっと喋りながら、めちゃくちゃ暑いので、そのですね、暑さと喋っていて息切れしちゃってますけど、
こちらでですね、本日の動画というのは終了していきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。